くださってますね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。これも始まってますかね。はい、始まってます。はい、それでは、京都アカデミア塾の、時事ニュースと歴史の授業第2回ですけれども、よろしくお願いします。前回はマレーシアのデモっていういきなりマニアックな話からスタートして皆さんついていけたのかなという感じだったんですけれども、まあこれからもとりあえずこの授業っていうのは基本的にはグローバル政治、経済、社会などのニュースとかをまず中心に扱いながら、ちょっとこう奥まで昔のこととかどういう背景があるかとか、そういうのを追っていこうと思っています。はい、それではじゃあ今日早速なんですけども、とりあえずまずこれちょっと、はい、渡しておきます。はい、はい、一応これ配信してますけど、一応授業してるっていうことなんで、皆さんもし見てる方も気軽にコメントなどいただきたいと思うんですけど、もしかしたらあんまりうまくリアクションできないかもしれないですので、ちょっとご容赦ください。はい、ですね、今日そのやろうと思っていろいろ何やろうかなと思って考えてきたんですけど、まずそのあれですよね、安保法案のことが結構大きく取り上げられてるんで、そういうのをやろうかなとかいろいろ思ったんですけど、まあちょっとなんていうかな、どう考えていいかっていうのまだまだちょっと難しいなというのがあって、ホットすぎるというか、ということでちょっと今日はそれとは少し話は外れるんですけど、まあ遠くないというか関係はある話ということで、今日実はですね、こういうのを持ってきました。中央公論の、10月号最新号なんですね。はい、特集がですね、習近平の実力というふうな特集号になっておりまして、まあいわゆる今の中国の経済がちょっと揺らいでるとか、あと軍事的にはでもちょっとこう強大化を進めようとしてきたとか、あといろいろその国内の権力闘争どうなってんのとか、そういうことが今ちょっと中国のことで話題になってるんですけど、それについてのまあ特集号ということになっております。で、浅野さんにちょっといきなり質問ですけど、9月3日、はい、中国である大きいイベントがあったんですけど、ご存知ですか？9月3日、割と最近ですね。ヒントとすると、はい、9月2日が結構大事な日だったので、はい、それに合わせて9月3日にやったって感じなんですけど。9月3日、うん、正月とかじゃないですね。正月じゃないですね。そうですね。むちゃき早い人ですよね。ちょっとわからないですね。実は9月2日って、じゃあ日本にとってどういう日かわかりますか？祝日とかにはなってないですね。なってないですね。なんだし、ちょうど2学期が始まる頃とか。そうですね。すごい、2学期2日目みたいな、ね、やつではなくてですね、9月2日って、はい、アメリカ艦隊 の, 空母のミズーリ号で、はい、ポツダム宣言の調印式が行われた日なんですね。つまり、世界史の歴史の中では、いわゆる世界的に言うと第二次世界大戦が終わった日が9月2日なんですね、うん、日本では終戦記念日大体8月15日になりますけど、はい、一応その8月15日はあれはいわゆる玉音放送が流れて、はい、日本国内でそれをそのいわゆる天皇が昭和天皇が、うん、宣言したというか、うん、まあ、宣言というよりもただ放送流しただけの日なので、うんうん、武装解除を、まあ、言ったら通知しただけなんですよね、うん、なので本当に終わったのは9月2日と、うん、いうことはどういうことかというと、9月2日に第二次世界大戦が終わったんで、中国にしてみると日本との戦いが本当に終わった日なんですね、うん、ということで9月3日に抗日抗日戦線の縮小、はい、式典というのが行われたんです、はい、でその時にさっきちらっと出てきましたけど、現主席で共産党の総書記である習近平を中心に70年記念式典というのが行われました。で実はその70年記念式典ニュースとかでもやってたんですけど、ちょっとサプライズとまでは言わないんですけど、おっていうことがあったんです。それは何かというと、習近平以外に前主席であった胡錦涛、さらにその前の主席である江沢民と、いわゆる3代揃って全員その式典に揃い踏みするということが起こったんですね。で、なんでこれがおっていうことになるかっていうと、あれ、もしかして権力闘争の中で出てこないんじゃないかと危ぶまれてたところがあったのが出てきたので、なんかどうやらある種のなんか解決じゃないですけど、何かが起こってんだぞということが分かったわけです。はい、ということでそれを踏まえてですね、今日は、その中の記事をちょっと一つ吸ってきました。時事ニュースっていうにはなんか取り上げにくいんですけど、
内容としてはどういうのかと言いますと、今回の特集の一番初めに出てくるんですけれども、東京大学の教授で、いわゆる中国ウォッチャーの、向いた代表的な先生である川島新先生っていう人と、あと、六本木にあります政策研究大学院大学っていう、キャリア官僚とか、結構いわゆるエリート官僚の人とかが、わざわざ勉強しに来る、ところの大学の学長の白石隆先生という、インドネシア研究の専門家なんですけど、このお二人が、対談するという形になっております。でどういう対談になっているかというと、習近平は本当に強いリーダーなのかと、習近平は真に強いリーダーか、権力基盤、海洋進出、経済戦略という3つの、お題で話しているという形で、もうちょっとなんか基本的なところから言ってもいいですか。ちょうど質問も、はい、いいですよ、いいですよ、どうぞどうぞ。そのさっきね、終戦、9月2日、3日が終戦ってことだったんですけど、その時の中国、今って中国共産党がその政権を担ってるっていうこと、理解でいいんですかね。はい、いいです、いいです。当時はなんか私のおぼろげながら詳しくないとしたけど、はい45年はなんかあれで、50年ぐらいなんか今の台湾と中国がみたいな話あるじゃないですか、共産党とか民党かとか、その辺を詳しく、なるほど、その辺から怪しいんですよ。はいはい、わかりました。ちょっとじゃあちょっとそこの前段階の話をしておきますと、日本がいわゆる日中戦争という、現在呼ばれているような戦争、いわゆる第二次世界大戦の一部として行ってたわけですけど、1945年に戦争が終わった時っていうのは、日本は中華民国っていう国と戦ってました。で、中華民国っていう国は蒋介石をリーダーとする中国国民党っていうのが一応支配している国だったわけですね。で、ただその時にもちろんライバルがいて、いわゆる中国共産党っていう、毛沢東を率いる党があったわけですが、これが最後のその戦いの最後の時には国共合作って言いまして、一応力を合わせて日本と戦うという形になりました。だけど1945年段階はだからまだ中華民国だったんですよね。それがその後国民党と共産党がやっぱり結局喧嘩になりまして、最終的には中華人民共和国、つまり共産党が勝って国民党が台湾に亡命政府を作るというところで、一つの決着を見るわけですね。だからさっきの話、実はそのいわゆる日本との戦い、70年終わって我々は勝ったって言ってるんですけど、これあくまで中国っていう国が、チャイナっていう国が日本に勝ったよって話ではあるんだけど、本当は共産党がただ一人で勝ったわけじゃないですよね。いや、なんならほとんど国民党が戦ったんですよね。だからちょっと面白いのは、今のその対日抗戦その記念式典で、なんかちょっと手柄を勝手に取ってるっていうか、まるで共産党がやったかのように言ってるっていう、ちょっとズルはしてるんですよね。でこのことについても非常にこうこの話、権力闘争の話とちょっと関係があるという状態にあります。ここまで大丈夫でしょうか。そこからはもう中国共産党のなんか、一番偉い人みたいなのが何か変わってきたって、さっきおっしゃった江沢民だとか胡錦涛だとか、で今の習近平ですね。習近平という、どういう人になっております。はい、大丈夫でしょうか。 OK です。はい、でですね、この対談でその川島新先生っていう東大のその先生と、白石隆先生という政策研究大学院大学の先生が、まずはその習近平っていうリーダーについての話をしてるんですけど、要するに習近平って2013年に2012年にリーダーになりまして、今大体国家主席になって2年半ぐらいというところになっています。で今2年半経ってどうなったのっていうことからまず初めに書いてあるんですけど、習近平がどうやら権力掌握に成功したぞというような話からスタートしてるんですね。つまり白石先生と川島先生の話で、白石先生が言ってるんですけど、この記事の中で、中国でもともと基本的には右派と左派みたいな、要するに日本でいう保守派と改革派みたいなの綱引きみたいなのが大体起こってきたんですけど、この習近平という人は、お父さんももともと共産党のエリートで、いわゆるエリート集団から出てきてるんです。大使党っていうんですけど、なので彼はどちらかといえば保守派に属するグループなんですけど、この保守派に乗っかって で保守派は何するかっていうと、基本的には中国はいい国だぞっていうナショナリスティックな方向でやりますんで、どっちかというと反日的なことをやるんですよね。で基本的には結構対外強硬派というような形になるんですけど、とはいってもライバルいっぱいいるわけです、彼は国内には。ただこれがどうも
軍をかなり掌握できちゃったぞというところまでこの2年半で見えてきた、うんうん、で実はさっきの、式典の時も軍事パレードやるんですけど、かなり軍を掌握したんだろうなということが分かるような状態になってました、うんうんうん、証拠として、軍縮をかなり大きい軍縮をやるぞと発表したんですね、うん、でなんで軍縮やったら軍掌握してんのって言うんですけど、軍縮できるってことは、軍が嫌なことするわけです、軍はやっぱり大きくなりたいから、強くなりたいですから、普通は予算もっと欲しいって言うんですけど、軍縮するって言って言うこと聞かせれるってことは、簡単にはもう習近平に逆らえない状態に入ったぞということが分かるわけですね、はい。で、あと浅野さんご存知かどうか分からないですけど、この1年か1年半ぐらいで、はい、習近平って中国国内ですごい、反腐敗キャンペーンって言って、はい、汚職政治家をバンバン粛清してるのご存知ですか？いや、全然知らなかった。全然知らないですから、はい、今実は中国で習近平が言ったんですけど、はい、アリも、トラも、全部狩ると、つまり小物だろうが、虎だろうが、つまり大物だろうが、全部悪いやつっていうのは粛清すると、で汚職が蔓延してるから、これをやっつけるぞって言って、実は一般民衆の人たち、中国の国民からはかなりいいイメージで取られてるんですよね。つまりクリーンな、つまりみんなの味方をしてくれるというような形で、習近平が実は国民人気を背景にしながら、今反汚職キャンペーンでかなりでかい大物まで粛清し始めてるということで、これ中国でやっぱちょっと過去に前例のない規模で今行われています。ということはどういうことかというと、やっぱりそれだけ習近平にみんながなかなか逆らえなくなってきているというような状態になるんですね。でももちろんこんなことすると、言ったら仁義なき戦いみたいな、それこそヤクザじゃないですけど、命がけですから、習近平大丈夫なのみたいな感じだったんですよね、でちょっとこの記事の、2枚目ちょっとご覧ください、はい、でこれについてその東大の川島先生が、この32ページの一、右上のところなんですけど、はい、これを渡しした方が早いですかね、じゃあちょっとお返ししましょうか、ありがとうございます、はい、線引いてるのか分かりやすいですね、ちょっと線、皆さんに分からないですけど、はい、浅野さんのだけ線引いてるんですけど、はい、何かというと、習近平は強いリーダーであり、習政権は強い政権だっていうふうに川島先生は言ってるんですけど、あくまでそれは中南海の内部で圧倒的に強いというふうに言ってるんです、で中南海って何やねんって思いますけど、まあ、要するに沿岸部の豊かな地域とか、あと北京とか上海などの大都市圏だと一応思っていただいたらいいと思います。こういうところでは習近平は権力掌握に成功したよと言ってるんですけど、ってことはどういうことかというと、実はまだ問題が残ってると、川島先生がその後に何て言ってるかというと、どうやら日本の研究者とかのによると、地方で最近地方のトップがこの2年で何にも入れ替わってるという状況が起こっていると。でなぜかっていうと、地方が中央の思い通りの政策をやってないんだろうっていうふうに川島先生は予測してるんですね、つまりどういうことかというと、地方ってでかいですから、中央の政府がどんなに言うことを聞かせたくても、まずは地方ボスみたいになってる地方のリーダーたちっていうのがいて、で多分その子分がいて、でさっきの話じゃないですけど、まあ、汚職も含め、かなりその地方は地方なりの、言ったらこう権力構造の中で政治を行ってると思うんですけど、これを変えれるのが、トップを変えるぐらいしかできないから、とりあえずトップ変えちゃうと。だけどトップ変えても、地方ボスみたいなのがやっぱいろいろ、例えば経済的にも社会的にもいて、これがなかなか言うこと聞かないってことで、逆に言うとそういうボスが上から落下傘で降ってきても言うこと聞かないみたいな、そういうことがどうも続いてるんじゃないかというふうに見てるんですね。でこれを見ても分かるように、まだまだその中国の中で権力掌握が完全にうまくいってるわけじゃないっていう話なんですけど、これ今回この記事の中では中心では書いてないんですけど、実はもう胡錦涛政権の時からこういう話ずっと起こってたのが、一番有名なので言うと新疆ウイグルっていう、イスラム教徒とかもいっぱい住んでる、いわゆる中国のかなり端の方ですよね、内陸部なんですけど、そういうところで結構実はデモとかやってんじゃないのかっていうのがもうずっと話題にはなってたんですよね。でそれがどういうことかっていうと、つまり中央政権に対して言うこと聞かないやつが中にいると。でそれ胡錦涛の時からもうずっと怒ってて、胡錦涛これに対してかなり邪魔しようとしてたんですけど、
意外にこれを制圧するのがなかなか難しかったっていう歴史があります。でしかももっと厄介なのは、本当にただただその政府に反対してるだけなのかっていうのがよく分かんないっていうことなんですよね。どういうことかというと、その新疆ウイグルとかでデモを行ってる人たちと中にはどうも中国のいわゆる警察のトップである公安委員会の、その、あのいわゆる支配する公安警察っていう人たちと協力したりグルになってるグループもいるんじゃないかって話になるわけです。何を言ってるのかっていうと、公安警察を握ってるのはさっき言った今から2代前の、あの江沢民派って言われてるんですよね。で江沢民派がその胡錦涛政権期にどうもデモをやるときに公安警察が動いたり動かなかったりしてるということで、それ胡錦涛の足を引っ張ったりしてる時があるんですよね。だからこの話っていうのは前 あのマレーシアのデモの話とちょっと似てまして、単なるその政府批判のデモっていうだけじゃなくて、国内の権力闘争がこう反映されてて、いわゆる公安を握ってる江沢民派と一応現政権である胡錦涛っていうのがうまくこう警察とか軍を動かそうと思ってもなんか言うこと聞いてくれなかったりということが起こってるという状況があったんじゃないかと言われてるんですね。で、現在どうなったかというと、習近平になってからどうもあの軍をかなり掌握できるようになってきて、でしかも公安とかも簡単には習近平にこうか、なんていうかな、逆らうって感じでもなくなってきたんで、これ今実はウォッチャーの間ですごく割れてまして、なんでそんなことができたのかっていう、それが、まあ、あのここではあのこの中央公論の特集では結構今回出てくるんですけど、習近平は江沢民に近いのか胡錦涛に近いのかっていう話が、あの専門家の人たちの間でもバラバラなんですよね。じゃあその前提として江沢民と胡錦涛は対立関係にあるというのはもう、そうかなりもうみんな周知の事実なんですね。でこの話もまたあのややこしくて、その前のリーダーだった鄧小平、いわゆるその中国の改革開放の父ですけど、鄧小平があの実はその胡錦涛をリーダーに据えるってことを決めた人なんですけど、それに対して実は江沢民は反対してたんですよね。ということで、だから鄧小平の息がかかった胡錦涛と、鄧小平の次は次だけど、その胡錦涛は嫌だった江沢民というのは、実はずっとこの10年ぐらい胡錦涛政権の間、権力掌握についてもう割れちゃってたんですよね。でそのを踏まえて現在習近平になった時に、多分習近平っていうのはその2人にまた挟まれて、すごい弱体政権だろうって言われてたんですよね。にもかかわらずここに来てどうも軍隊を支配しちゃってるし、しかも汚職キャンペーン、あ、反汚職キャンペーンも成功してる、ということで、なんでここまで習近平が力を握ったのか、どうやったのかっていうのが、やっぱりまだまだその専門家の間でもいわゆる裏が取り切れてない、江沢民が実は習近平を推してたんだっていう人もいれば、いや違う、江沢民を抑えるために胡錦涛はかなり習近平に、本当はライバルなんだけど近づいたという人もいるんですよね。とにかくでも一つだけ分かってることは、さっきも言いましたけど、あの70年記念式典で3人揃ったってことは、習近平が今仕切ってるところに、例えば俺は行かないとか言ってごねたりとか、そういうことはできなかったし、で習近平もどっちも読んだってことは、まあ少なくともどちらにもそれなりにはまあ言うと花を持たせてるというか、ちゃんとその敬意は示してるという状態にはあるっていうのが今の中国の状態だということなんですよね。なのであのまあちょっと細かい話になりましたけど、国内問題はまだまだ正直習近平が何者かっていうのが海外の専門家の間でも正直まだよく分かってないというか、本当にどういうふうな権力掌握の方法を取ってるのかっていうのがちょっと分かんない状態ではあるんです。でただですね、この後の話なんですけど、じゃあ中国どうやって動いていくんだろうということなんですが、あの実は経済的には最近ちょっとあんまりいいニュースやってないんですよね、中国って。で、なんかそのこの間の株の話とかもそうですし、あの証券取引所がね、急になんか止めちゃったりとか、あとすごいこう経済成長の伸びが落ちてるぞっていうのが分かってきたりというようなことがありまして、中国ってこのあとどう動いてくるんだろうっていうことが非常にこう注目されるんですけど、ちょっとこの記事見ていただきたいんですが、ですね、線引いてあるところが多分次のページになると思います。はい、
実はその中国の景気がどうなっていく、うん、そして中国はどういう政策を取っていくっていう話の時に、うんうん、やっぱりそのグローバルな状況、うん、今のその政治経済状況を見た時にもう一番重要なアクターが中国に対する何かというとやっぱ当たり前なんですけどアメリカなんです、うん、で、ここでその白石先生がどういうことを書いてるかと言いますと、うん、実は近年あの中国って、うん、あの軍事的野心もやっぱりちょっとずつ見せ始めて、うん、東南アジアの国々とかに、うん、あの領土問題で結構揉めてるんですよね、うん、でこれ実はその南シナ海中心に起こってたんですけど日本でも、うん、あの尖閣諸島問題として顕在化して、うん、実はこれさっきの話じゃないですけど安保法って法制に関係があるわけです、うんうんうんはい、でさらに安保法制の話をする上で絶対忘れちゃいけないのがアメリカの状況なんですよね、うんうん、でここちょっとあの線を引かせてもらったんですけどちょっとご覧ください、はいはい、アメリカは実は2011年以降、うん、リバランシングって言って、うん、つまりバランスをもう一度取り直す、うんうん、どういうことかというと軍事的重心は、うん、アジア太平洋地域に移そうとしてきたっていう実は事実があるんですね、うんうん、でこれは専門家の間ではもう周知の事実というか、うん、もうアメリカのもう大きなポリシーとして今もう動いてます、うん、で2011年以降って書いてますけど、うん、これ要するにそのブッシュ政権の終わりから、うん、あのオバマ政権の移行のところでこういう話が起こり始めてたんですね、うん、どういうことかというとイラク戦争以降、うん、やっぱりその中東の事態とか、うん、アフガニスタンとか、うん、そのいわゆるですよ、ね、中央ユーラシアから中東にかけての状況でアメリカかなり介入したんだけど、うん、かなり逆に言うと苦労した、うん、そして正直な話ここの問題が解決がなかなか難しくなってしまった、うん、でまあアメリカにしてみると旨味のない状況が非常に出てきてしまうということになりました。でしかもロシアっていう、うん、言ったらこうアメリカにとってはライバル国がどうしてもそこに頭をもたげていると、うん、ただその中でアメリカは実はそのアジア太平洋地域も重視しようというふうに動いてるんですよね。でその動きの中で実はさっきの安保法制の話とかも出てきてまして、うん、あのここちょっと見ていただきたいんですが、うん、実はそのアジア太平洋地域に軍事的重心を移す時のアメリカが実はサッカーでいうと、うん、あの布陣が変わったんです、うん、どういうことかっていうと今まではアメリカが中心で司令塔になって、うん、日米同盟を基軸とした、うん、ハブ&スポークスって言われるシステムをやろうというふうに考えてました、うん、つまりアメリカがボールを全部パス供給して、うんうん、アメリカが日本にパス日本はアメリカにパス、うん、アメリカは今度韓国にパスみたいな感じで、うん、言ったらアメリカとの対あの対米関係でずっとそれぞれ安全保障条約を締結すると、うんうんうん、だからこのハブとスポークってあのタイヤの車輪みたいに真ん中にアメリカがいて周りみんな周りにいるんだけどみんなの横のつながりは正直そんなにないっていうこういう状況がずっとあったんですがアメリカはやっぱりこれじゃダメだということでどうシステムを変えたかっていうとネットワークっていう方向へと動いていこうとしています。つまりネットワークってことはどこもつながってる状態にしようと。でそれの一番あのいい例として挙げられてるんですが、うん、線に引いてる後なんですけど、はい、3プラス3っていうのを今増加 し,、はい、して軍 事, のあの軍事的な演習とかやろうとしてると、うん、それは何かというと日米豪とか、うん、日米韓とか、うん、あと日豪印っていう、うん、あのトライラテラルネットワークといって、まあ、要するに三者関係でやっていくネットワーク作って、うん、ちょっと軍事演習やっときましょうみたいな話をするわけですけど今言ったように日米豪、日米韓、日豪印で、うん軍事演習するってなって、うん、誰と戦うつもりなんていうこと考えれば、うん、誰が見たって、うん、それは中国と戦うっていうことが最終的にはあり得るから、うん、潜在的にはそれがあり得るからそれでやろうねと、うん、でその時にただ今までだったらアメリカとだけ付き合ってたらよかったけど、うん、あの3社で情報共有しようとか、うん、あのもしくはオペレーションやる時に、うん、あの3つで同時に動き出そうとか、うん、そういうことをやろうとしてるんですよね。だから実はあの今の安保法制ってただアメリカについていちゃうとかいう話だけじゃなくてですね、うん、あのアメリカとしては日本を本当にチームの、うん、あのネットワークの中のメンバーにして、うん、いろんなところでこううまく組み合わせながら、うん、他のやつともうまく付き合ってくれよっていうのが実はアメリカが望んでることだというふうに言うことができるということなんです。あ、ちょっと今なんか分からなかったのが、はい、その今までがアメリカがハブとなって、うんはい、その日米みたいな、経路と結びつきを強めようと、はいはいはい、でもそれをそれじゃなくてネットワークにしようとすると日米関係の重要性は低下するんで、うん、そのあの今の安保の流れと矛盾するんじゃないかと思ったんですよ。なるほど。
ね、あの日米安保っていうのは日米の関係を緊密にしようという動きやと、うん、今その緊密にする必要性がアメリカにとって減ってるのに、なんで今の段階で日本の片思いちゃうんと、それなら、なるほど、それって矛盾しないんですか。面白いですね。あの今ので言うと、うん、あのまず2つあって、うん、今まで2つの関係緊密って言ってても、うんうん、明らかに非対照的だったと思うんですよね、うん、つまりアメリカの方が圧倒的に高負担で、うん、つまりもし軍事的行為をしようと思うと、うん、つまり日本はほとんど、うん、なんていうかこうルール上あんまできませんっていうことになるから、うんうんうん、アメリカはめちゃめちゃやらなきゃいけなかったじゃないですか、うんはい、だからアメリカにしてみたらもっと日本やってくれよという気持ちがあるわけですよね、うんうんうん、でさっき言ったようにあともう一つは、その関係性が多重化すると、うん、日米の関係は相対的に下がるっていうのは事実だと思うんですね、はいはい、いやだから面白いのは、だから日本がむしろアメリカに見捨てられないためじゃないですけど、うん、もっとアメリカに大事にしてもらうためには、うん、積極的にこのネットワークに参加しなきゃいけないという状況があるわけですよね。だからお互いの思惑っていうのは、うん、アメリカはもっと日本が頑張ってくんないと、うんうん、嫌だっていう気持ちと、うんうん、日本の側はもっと付き合わないと、うん、これからはそんなにもう面倒見てくれないかもしれないっていう状況があるから、うんうん、このさっき言ったリバランシングナイっていうアメリカのそのポリシーの中でのネットワーク化っていうのは日本にとって非常にこう複雑な現象が起こってるとも言えるわけですよね。はい、はい、で実はその中国はそれ分かってました、うん、なのでここでも川島先生が書いてるんですけど、うん、中国からすると、うん、あのアメリカだけ相手してりゃいいと思ったらネットワークで包囲されちゃうから、うん、まずいと思って、うん、例えば日米を引き離そうとしてみたりとか、うん、いろいろやってきました。だけど正直な話あんまりうまくいかなかった、うん、まあ、今回のだから安保法制って好む好まざるに関わらず、うん、やっぱり日米関係は緊密だねっていうのを確認するための、うん、まあ、いったパフォーマンスだったわけで、うん、ということで中国にしてみたらちょっとうまくいかなかったぞというところは正直あるんですよね、はい、で実は中国自体はそれに対してじゃあどんなことを考えてるかというと、うん、下のところに、2,30 ページの下のところから書いてるんですけど、はい、実はずっと最近中国がその習近平がぶち上げてるんですけど、うん、一帯一路構想っていう一つの帯一つの道って書くんですけど、うん、一帯一路構想っていうのを実はぶち上げて、うん、中国はこれから世界に責任あるその地位を、うん、締めていきますって言ってるんですよね、うん、でこれ何かというと一帯一路って帯と道ってなってるんですけど、うん、要するにこれシルクロードのことなんですね、はいはい、一帯っていう帯の方が陸の道、うん、陸のシルクロード、うん、で一路の方が海路、うん、海のシルクロードのことで、簡単に言うと21世紀版シルクロード構想って言われてるんですけど、うん、中国はさまざまな国と言ったら関係性を深めていきながら、うん、そのいわゆる巨大な貿易とか安全保障の枠組みっていうのを作っていこうって今考えています、うん、でそれに今ここにも書いてるんですけど、64ぐらいの国々が中国の一帯一路構想に当てはまる、うん、あの今付き合ってるかどうか、あ今深くなってるかどうかは別にして、うん、中国はそういうことを考えてると。で中国としてはまずは、うん、あの東南アジアにある、うん、あの CLMV っていうんですけど、うん、カンボジア、うん、ラオス、ミャンマー、うん、ベトナム、うん、ここを自分の仲間に絶対しておきたいっていうのがあるんですよね、うん、でアメリカからは簡単には手で出ない、うん、いわゆる内陸部のところはもう自分の子分にしちゃおうと、うん、でさらにそこからあの中央アジアへと入っていって、うん、ということをしていきたいというふうに今考えてて、うん、これのことをあのアメリカの昔のその政治家のキッシンジャーが、うん、あの中国はあのチェスではなくて囲碁をやってると、つまりあの図柄を取ろうとしているというふうに、まあ、比喩しているという話がここでも出てくるんですけど、ちょっと次のページに行っていただきたいんですが、はい、でそれを封じ込めるために、うん、アメリカは今何をやろうとしているかと言いますと、うん、あの白石先生によると、うん、あの T 字型の太平洋同盟っていうのをアメリカは拡大しようとしているよというふうに言ってまして、まあ、ちょっと図を見ると分かりやすいですね、はい、こんな感じになってると分かりますかね。ちょっと見ていただくとどういうことかというと、つまり T 字の、うん、あの一番言ったら足になってるところが日本になってて、うん、で T の、左右、うん、それが、まあ、逆になってる、向きが逆になってますけど、うん、インドとオーストラリア結んでて、うん、で日本からそのインドオーストラリアにつながってるところをこう T がつながってるんですけど、大体シンガポールマレーシアとか の、うん、あのマラッカ海峡あたりというところにこうつながってる、うん、この T 字を完全に、うん、言ったらアメリカの今言ったネットワーク的な軍事同盟に持ち込んでしまえば、
もう中国出てこれないでしょというふうに今やろうとしてるっていうんですよね、うんうん、で正直な話、中国ってやっぱ海に出てくるのむちゃむちゃ難しいんですよね。あんなんかアメリカの艦隊がもう半端じゃなく太平洋艦隊が強くて、しかもそれに日本が協力して、しかもオーストラリアもいるんで、実は中国ってあんなに軍隊強そうに見えても海に出てくるのがすごく難しいっていう意味で、対外拡張簡単にはできない状況に今あるわけです。だからそれをさっさと封じ込めてしまえば簡単には外出れないから、もうまず封じ込めちゃおうというふうに考えてるんですけど、問題はだからどうなるかというと、お互いのそのさっきの一帯一路という中国の考え方と、このアメリカのこの T 字型の太平洋同盟がぶつかってる場所、ここがこれから爆発すると、つまり非常に重要かつ危険なことになってくるということなんですよね。でそれについて白石先生がこう言ってます。これから今まで東南アジアっていうのは東南アジアとか ASEAN っていう一つの地域でみんな見てたでしょと、でもこれはまあもちろんこれからも使うんだけど、長期的に見るともう大陸部と島嶼部、つまり島の部分に完全に分かれていってしまうと、つまり島嶼部は安全保障の面では日米豪に近づく、でベトナム以外の大陸部っていうのはもう中国に近づく。でちょっとここで微妙なこと言ってましたけど、ベトナムが今問題になってて、つまりベトナムはどっちにつつくのかというのが実は揺れてるんですね。それはなぜかというとベトナムはあまりにも近すぎて、もし中国との関係緊密にすると事実上その勢力的に飲み込まれてしまうってことをずっと伝統的に考えてきたあの国なので、だから正直な話、ベトナムにしてみたら確かにそのアメリカとか日本とかにもし接近すると中国と完全に対立関係になっちゃうけど、かといって中国にあんまり甘い顔するとやられちゃうみたいな、非常に今複雑なところになってきてて、あのこの間あのマレーシアと、あのマレーシアのデモと、あとそれにかんちょっと関連してシンガポールとかでもこの選挙ありますよとかありましたけど、今やっぱり中国との対中関係と、あと TPP とかをはじめとするアメリカの今のその太平洋政策にどういうふうに東南アジアの国々が関わっていくかっていうのが非常にこうデリケートな時期に来始めたなということがこれでも分かるということなんですよね。でそれについてあの川島先生がここに書いてるんですけども、あの ASEAN って今まで、まあ、一応弱い時はそれなりに一つで動いたりすることによって自分たちの利益を得てきたけど、やっぱりちょっと中国と東南アジアの関係っていうのは中国と各国の二国間関係の束としか言いようがなくて、つまり ASEAN では足並みが揃ってなくて、ASEAN 重視っていうふうにみんなが言いたくても、やっぱりそれには一定の限界がある。だからあのヨーロッパで EU があるようなほどの緊密性はないというような状況が今これからの状況の中で、どっちがどれぐらい切り崩せるかみたいな話になってくるかなっていうのが今すごい山場を迎えてきているぞということなんですね。でちょっと次のページ見ていただきたいんですが、でこれ話ちょっと あの長いんですけど、いつまでそんな話すんのっていうことがあるんですけど、実はオバマは2011年にリバランスをやろうと考えたんですけど、それあの白石先生に言わせると、どんなに早くても実現するのは2020年ぐらいだよと、ここで書いてるんですね。つまり太平洋大西洋バランスを50対50、つまり今までアメリカ EU とかロシアなどのヨーロッパの部分と、この中国とか日本などのアジアの部分でいうと半々ぐらいの重視をしてたのが、ちなみにリバランスって言いながらも60対40ぐらいになるよと言ってるんですよね。でこれに10年ぐらいまだまだかかると、ちなみに2020年って言ったらあの東京五輪のあたりになるんですよね。だから実は日本のその東京五輪のあたりって、その世界の勢力図とかがもしかしたら大きく変わったり、もしくはみんなの考えてた、そういう同盟関係とか、あの安全保障の枠組みがやっぱ大きく変わってるかもしれない時期に来る可能性が高いんですね、このままいくと。でただ川島先生がリバランスって言っても、あくまでこれアメリカは中国と敵対するって言ってるわけじゃないと、重視だっていうことなんで、つまり中国との関係を緊密にしながら、でも中国には好き放題させないっていうことを言うたらエネルギーをかけていくよということだっていうので、まあ、所在白石先生が言い換えてるんですけど、アメリカの対中政策っていうのは簡単に言うと関与とヘッジ、つまり関与は深めていく、でリスクは少しずつでも軽減できるような状況を作る、ただこれの考え方がもう昔とは違って、もうこれからは太平洋の方が大事だっていうふうに考えていくよというふうに言ってるんですけど、ちなみにこの話、まあ、このお二人の話の今回中心じゃないんですけど、この話とまあ
あの注目していかなきゃならない、うん、つまりってことはヨーロッパとか、うん、あとその中東とかのあたりとかっていうのはアメリカはこれから軽視とは言わないけど、うん、なるべくリスクを避けて行動したいって考えるようになると思うんですよね、うん、なのでここに意欲を見せる国っていうのが出てくるはずなんです、うん、それは何かっていうと、うん、おそらく一つはロシア、うん、そして何よりも実は今難民の話で話題になってるんですけど、うん、おそらくドイツがこういうところで自分たちのチャンスを見ようとしてるっていうのが分かるわけですね、うん、つまり EU に対するアメリカの関与が減るんで、うん、これをどういうチャンスにつなげるかっていうのが、うん、多分今ドイツのみたいないわゆる EU の中で好調の国が自分たちがどうやって行動するかっていうのの中で大きな影響を与え始めてる、うん、だから、まあ、歴史がこう教えてくれることですけど、うん、アメリカが関与を減らすと、うん、大体そこが権力的には少しこう濃度が薄まりますんで、うん、そこに野心を持った国が登場するっていうのはまず間違いないんですけど、うん、この話では実はその中国とアメリカが一生懸命やればやるほど、うん、ヨーロッパとかではまた新しい局面が起こるということが分かるわけですよね。大きく言うと、うん、なんかその冷戦っていうのはまあ大きく言われてるじゃないですか、うんうん、はいはい、その後の構図っていうのはよくわからないんですよ、うん、そうですね、うん、でも今日の話でそれにつながりますよね、はい、今日の話だと冷戦後の構図っていうのは冷戦時代はそのアメリカヨーロッパグループ、うん、まあ、日本も含む、うん、NATO です、 NATO、はい、NATO ですね、 NATO ですね、いわゆる西側陣営ですね、西側陣営ってやつと、はい、途中まではソ連中国を中心とした、うん、まあ、最後の方はいろいろあれかもしれないですけど東側陣営ってやつがあったと、うん、でそれが、まあ、90年ぐらいに一応冷戦が崩壊するというふうになって、はい、うん、その後ね2000年ぐらいは一瞬なんかそのアメリカ対イスラム系かとキリスト教対イスラム教かって話になったけどた、ね、うん、そういう感じでもないと、ないということ、今日のお話だと、うん、それよりも、その1990年に冷戦が崩壊して中国がで経済が発展して、うん、中国という国の力が強まってきたと、うん、そしたら中国とアメリカっていうのがまあ、どこまで対抗するかは別としてもまあまあ対抗関係に立つのは間違いないだろうと、うん、で今アジアでおっしゃっていただいたようにその T 字型対内陸国を固める中国グループとアメリカグループというふうになるだろうと、はい、そしたらアメリカはその、冷戦時のようにヨーロッパと結びついて、うんうんうん、旧ソ連に対抗する必要がなくなったんでヨーロッパのあたりはアメリカの関与が弱まるだろうと、はい、そしたら弱まった後にその辺りの地域に利害関係があってその強い国って言ったらドイツとロシアだろうと、はい、そんな感じの理解で今そういう状況に近づいてきて、つまりさっき2000年代に特にあの911の辺りで、はいはい、いわゆる西洋諸国対イスラム圏みたいなことが起こるんじゃないかみたいなことを、まあ、言う人もいたわけですよ、はいはい、だけどその時っていうのはイメージとしては、いわゆる西側諸国は一枚岩で、つまりアメリカや EU っていうのは一枚岩で、でそれに対する対抗勢力が登場するというイメージだったわけです、うんうんうん、だけど今のその2010年代、うん、特にこの2020年を、うん、目前にどういうことが起こってるかっていうと、うん、やっぱり多極化というか、うん、まるであの帝国主義の時代みたいに、うんうん、また群雄割拠型の国際関係に若干戻りつつあるんじゃないかっていうのが今のこうリアリストというか、うんうん、いわゆるこういう国際政治とかの専門家たちの見立てとしてはかなり強くなってきてるってことなんですね。じゃあそのアメリカと EU、うん、あるいはまあドイツかもしれないですけども、それなりの緊張関係があり、はい、ドイツ EU とかと中国ともそれなりの緊張関係があり、はい、でそれら3カ国とロシアともそれなりに緊張関係があるようなって感じですか、はい、そうですね。ただやっぱりアメリカがスーパーパワーであることは間違いないんですね、うん、この中で、うん、なので実はそのメルケルだ、あの首相、うん、あのドイツのリーダーであるメルケルが近年やっぱり明らかに中国ロシアに対して今まで以上に、うんうん、あの関与を深めてきてるという実は状況があります、うんうん、あの例えばあの首脳同士のトップ会談などを行ったりとか、はいはい、訪中とか、うん、あのロシアとのプーチン大統領との会談とかをかなり重視している、うん、というふうに見る人たちもいるんですね。実際今までのドイツの歴代リーダーよりも明らかに中国やロシアに対する重視っていうのが高まってきてるのは間違いないです。場合によってはドイツ、ロシア、中国あたりが手を組んでアメリカと対抗するプランがあるってことですか？はい、そこまで行っちゃうとさすがになんかもうなんか、なんていうかな、あの冷戦再建みたいな、ね、みたいになってしまいますけど、ただその可能性をちらつかせてる、うん、まあ、もちろんそれは政治カードとして、うん、ドイツがそういうことだって十分念頭に置けますよっていうことをドイツが見せてるのも事実なんですね、うんうん、だからでこれに対して、うん、
例えばお隣であるフランス、うん、そして何といってもアメリカとの緊密な関係があるイギリスなどの EU の他の国々はやっぱりかなり、うん、あの緊張を、あのしているというところがあって、実は今回難民問題とか、あとギリシャの経済危機とかも、ちょっとそういうもうちょっとこう広い、あのパースペクティブで、ドイツがどうしてそういうことを選択しているのかっていうことを考えないといけないかなと思います。じゃあその時の、はい、例えば冷戦の時の対立軸って一般に資本主義陣営対社会主義陣営、まあ共産主義陣営とされるけど、はい、今の対立軸ってなんかよくわからないんですよ、そういった時の。だからここがやっぱりさっき言ったように実は混沌としてきてるのは、うん、おそらくこのいろんなシステムの、そのイデオロギー色みたいなものがこう強くてぶつかってる時は良かったんだけど、大体実はルールをある程度共有したとも言えるし、逆に言うとそのルールが弛緩してるというか緩んできてる時期でもある。例えば一番分かりやすいのは資本主義とか自由主義っていうのがもう今の世界のその今の経済体制とかそういうものに対して言ったら簡単にもう否定できなくなっちゃった。中国だってもう事実上解放以降はほとんど自由主義と資本主義を半ば受け入れてるんですよね。で、あとはその中で誰がうまくやるかみたいな、本当にレースみたいになってしまっている。経済レースみたいなことが起こる。で、さらに民主主義っていう話で言うと、もはやその選挙を通じて、この間のマリちゃんのデモの話もありましたけど、選挙を通じていわゆるその政府を決定するというこういう民主的手続き自体もそんな簡単にもう否定できない。ある程度みんながそれなりには守るようになってきた。という状況の中では実は民主的なのか民主的じゃないのかっていう戦い自体が相対化されてきちゃったっていう側面があるわけです。でまたもっと大変なのはパワーゲームが強まってくると、実はルール出し抜いたやつが本当のことを言うと結構得するのも事実なんですよね。例えば中国なんかは言ったら民主的かっていうとそう民主的じゃないし、完全に資本主義かっていうと自分たちの困った時は資本主義をある程度ごまかしてしまうというか、やんなくても済むというところで利得取ってきたとも言えるし、アメリカだって簡単に言うと強大なそのパワーをもとにグローバルスタンダードっていうのを世界に広めるっていうやり方で自分たちの国益をこう確保してきたっていう意味では必ずしも平等なプレイヤーではないと思うんですよね。だから今後はそういったいわゆるルールメイキングに誰が関わってでどういうゲームが行われるかっていうこと自体がこう流動化し始めてて、ただ資本主義だったら仲間だねとか、ただデモクラティックだったら仲間だねとはなかなか言えないところまで今にもしかしたら21世紀というのは来てるのかもしれないっていうのが実は背景としては大きな背景としてはあるってことなんですよね。だから単なるパワーゲームじゃなくて、もうもはやその20世紀型のルールっていうものはみんながもう知ってるけど、あとはそれをどうやってみんながズルしたりうまく使いこなして勝つかみたいなところまで来てしまったせいで、さっきも言ったようにドイツが例えば同じ西側陣営だったアメリカに対してやっぱり自分たちの独自の政治的なチョイスっていうものをできるようなぐらい力を持ちたいと思う日も近づいてるかもしれないですよね。でもこれって要するにいわゆるあの日本の安倍さんが言う戦後レジームからの脱却っていうやつを実は世界はみんな始めてるっていうか、別に安倍さんが特別なんか特殊なこと言ってんじゃなくて、実はゲームとしてはもしかしたら始まってしまっているということなのかもしれないっていうことがにわかにこう出てきているっていうことなのかもしれないなと思いますね。でちょっと次のページにちょっと一回行きたいんですが、はい、でこういう状況の中でですね、あの今中国の景気が悪くなっているとは言いつつ、でも川島さんはとはいえまあ、成長率それなりに落ち着く可能性も十分あると。つまり中国が悪くなってほしいっていう人もいるだろうけど、やっぱり冷静に見るとそこまでむちゃくちゃになるのは実はそんな簡単にはむちゃくちゃならないだろうと。でまあその川島さんによると2020年代に入る前に日本の2倍以上の経済力になってしまっていると、もう言うたら日本は完全にもう置いていかれてしまうということをもし前提にするなら、日本はどういうことを考えなきゃいけないのかってことはちょっと準備しとかなきゃいけないだろうっていうのが川島さんの立場なんですよね。でそうなってくる。でただ問題はそれのためには中国が果たして消費主導の内需拡大路線とか、あとは簡単に言うと民主化ですよね、にどう軟着陸できるかっていうことがまあ重要になってくるだろうということはあるんですが、実はその中で、まあ、僕らの国じゃないんであんまり普段考えてないんですけど、実は結構実はもしかしたらこのゲーム次第では
日本より苦労するかもなっていう国があります、うん、それは何かというと、うん、ここなんですね、韓国なんです、うん、川島さんが書いてるんですけど、うん、実はこのハグ&スポークスの時って、うん、日本と韓国って必ずしも仲良くする必要なかったから、うんうん、アメリカとお互いが仲良くて、うん、2人は喋らないけど、うん、共通の友人がいるみたいな、うんうん、そういう状況で十分だったんですよね、うん、だからハグ&スポークスの時は韓国っていうのは要するに38度線、うんの向こうにいる北朝鮮と、うん、もしぶつかった時に、うん、在韓米軍とどう動くかだけ考えとけば、うん、基本的にもう韓国っていうのはもういいと、うん、安全保障の問題は、うん、っていうふうに考えてた、うん、しかしネットワーク化がもう進んできて、うん、実はアメリカが実は最近韓国にやっぱイライラしてるんですね、うん、それは何かっていうと、うん、ネットワークってチームワークだから、うん、やっぱり共通の目的とか目標を、うん、持ってるんで、うん、そうするとお前日本やオーストラリアやフィリピンとも仲良くせえやということになっちゃうんですよね。そうすると実は北朝鮮専門家みたいなその韓国は言ってられなくて、さっきも言ったようにアメリカの最終的な敵であるはずの中国にどうやってお前は戦う時になったら貢献してくれんのってことが問われてしまうと。ただ実は中国も正直経済の面では中国すごく重視だと思ってるんで、ここで今実は板挟みにやってるんですよね、うん、お前中国行く気なんと、うん、それとも俺たちについてくる気なんっていう感じで実は板挟みになってしまってて、やっぱりすごく複雑な現象が起こってる、うん、韓国の研究、ここにも書いてあるんですけど、韓国の研究者とかと川島さんが喋っても、うん、経済が重視っていうのは分かるけど、うん、とは言ってもやっぱり安全保障面で、うん、一番怖いのは中国なんか間違いない、うん、近いから、うん、だけどどうやって襲ってくるかとかを考えるのも非常に難しくなっちゃってて、うん、ここにも書いてあるんですけど、ネットワークを作るっていうことはもう進んでしまってる以上、うんうん、やっぱ韓国の安全保障官にとって、うん、実はこのアメリカの今のリバランシング自体がチャレンジ、すごく困難な課題になってきてて、韓国はもしかしたらこの中国問題でちょっと苦しい立場に置かれてると。で実はだから安保法制とかもそうなんですけど、アメリカにしてみると日本が安保をある程度こう、うん、安保法制をこう強化してくれたら、うん、基本的にはちゃんと今まで通り付き合ったるからっていう態度なんですよね、うん、で逆に言うと実は今韓国が日本に対してこう反日とか、うん、まあ、日本も反韓とかいう感じでちょっと冷え込んでるわけですけど、うん、政治的には、うん、長期的に言うと韓国の方が、うん、ジレンマがでかくて、うん、問題が大きい可能性がちょっと今あるっていうのが今難しい、韓国が今すごく悩まないといけなくなってきてるところ、うん、特にそのこの話にもう一つ変数があるとすると、その中国の景気がどれぐらいいいかで、うん、韓国が非常に複雑な行動を取らなければいけないっていう、例えば景気が良ければ良いほど切れないし、景気が悪くなるともう一回アメリカに戻らなきゃいけないんだけど、その時には日本の方が、うん、アメリカの覚えめでたいから、うん、日本にもすり寄らなきゃいけなくなってしまうという、うん、韓国にすると非常にジレンマがあるっていう状況に来てるのかなということで、うん、さっき、まあ、今回の話もそうなんですけど、うん、習近平が勢力、この権力を掌握していく、うん、でまだ今2年半なのですけど、うん、あと少なくとも普通でいけば、うん、だいたい普通10年ぐらいやりますので、うん、あとだから7年半ぐらいあるわけですけど、うん、この間にだから習近平の率いるこの中国っていうのが、うん、どういうふうに動くかっていうのは、うん、もっとこうかなり大きい絵で見ながら日本は中国というのを見ていかなきゃいけないだろうなというような記事になってたということになっております、うんうん、はい、はい、ということで、まあ、ちょっとなんかダラダラとなってしまいましたけれども、何か浅野さん今の話で何か ご質問とか、ね、もしくはご意見とか、大体は理解する、はい、なんでそもそもアメリカと中国が対立するのかっていうのはやっぱりよくわからないですね、うんうんうん、だからこれで国際政治の難しいとこで、なんで戦争するんでしょうねみたいな話とも似てるかもしれないですけど、うん、要するに、まあ、少なくとも中国とアメリカって、うん、その例えば経済成長とか国力を高めるときに、うん、要は勢力圏とか、うん、要するに、まあ、要はよく安全保障の話もそうですけど、うん、いわゆる利益線って言って、うん、国益を守るためにはどれぐらいを自分たちの勢力下に置いておかなきゃいけないかっていうときに、要するに中国とアメリカが今極端にぶつかってるってことなんですよね。なぜかというと、うん、今その世界経済の中心地が、うん、もう明らかにアジアへと移ってしまったからなんですよね、うん、つまり今やもう、まあ、中国自身がそうですし、うん、で東南アジアとか、うん、今の南アジア、うん、インドとか、うん、っていうのがこれから明らかに成長の中心にあって、うん、ここでどれだけいわゆるその
ソフトパワーやハード面でも影響力を持てるかっていうのが多分今後の大きなその国益に関わってくる。別に政府が儲からなくても、例えばそこにアメリカ企業とかアメリカのその資本が入れば入るほどもちろん豊かになるわけですから、だから経済競争としても安全保障面でもどうしたって今後太平洋地域っていうのがすごく重要になってくるんですよね。だからやっぱりアメリカその中で一番強大な力を持ち始めているアメリカと中国で、そしてやっぱこうやってもしかしたら資本主義の問題かもしれないですけど、成長し続けないと言ったらこうダメな宿命があるというか、つまり資本の投下先が必要ですから、ずっとやっぱり資本主義とか自由主義やってる以上、成長ってある程度どうしても必要っていうのがまず前提にありますので、だから成長していくためには豊かになるところに先行的に入ってどんどん投資を進め開発していかなきゃいけないんで、どうしても中国とアメリカっていうのはそこの利益のところでバッティングしてしまうかなという感じがしますね。うん、アメリカはその例えばインドだとか、うん、ベトナムとかもかもしれないですけど、うんうん、になんかその企業とかがいっぱい、はいはい、本当は行きたいんですか？まあ、そうでしょうね。でもちろんその自分たちの企業が入らなくても、うん、例えばアメリカの資本が、うん、例えば企業は別にどこでもいいですけど、うん、お金を貸して、うん、それで帰ってくれば、うん、基本的には儲かるわけですよね、うん、だから経済活動が潤滑であれば、うん、アメリカの国益にはある程度かなうっていうのは、まず少なくとも政府が考えることだと思います。一人一人の個人はもちろん自分たちなりの利益追求すると思うんですけど、やっぱり基本的に政府としてのいわゆるアメリカ合衆国、政府が考えることっていうのはそういうことだと思いますね。ちょっとそれってなんかその商品の売り込み先なのか資本の投下先なのか、うん、例えば労働力の供給先なのかとか、そうですね。だからそこのところのゲームも、うん、言ったら全部同時に動いてるとも言えるんですよね、うん、つまり資本の投下その経済成長の段階というか、うん、例えば中国だったら、うん、今までだったら工場を建てる、うん、で労働力が安価な労働力の供給先としての中国っていうのはでかかったんだけど、うん、これから多分中国っていうのは、うん、もしある程度うまくいけば内需が拡大していって、うん、商品いわゆる商品マーケットの中心になっていくと思うんですよね、うん、ここにやっぱりまず本当のこと言うとみんな誰だって入りたい、うん、ここで儲けたい、うん、物を売り込みたいんですよね、うんうん、だけどってことは時期によってやっぱ違う、うん、ただ東南アジアとかだって、うん、もちろん工場建てたりするのとして魅力的だった時代もあるし、うん、これからはそうじゃなくてなんか開発していって、うん、なんか儲けていきたいのも出てくるだろうし、うん、っていうふうにこうどんどん変わっていくと思うんですよね、うんうん、ただ少なくともそれがこうすごいスピードで起こっていて、しかも規模も大きいのが明らかにいわゆるこのアジア地域だということだと思いますね。でアメリカにしてみるとやっぱりこれ今後っていうのはやっぱりその国内のその内需みたいなものがある程度まあこう維持はしながらも、そんなに急に日本国内の景気が良くなるみたいなことがあんまりないんだとすると、やっぱ売っていかなきゃいけないという部分は間違いなくあるとは思います。で物を売りつけていかなきゃいけないっていうのはあると思うんですね。だから TPP なんかは非常に分かりやすいですけど、TPP でやっぱりまずアメリカから見て一番魅力的な市場はまずは日本だと思うんですよね、つまり人口がいて、でいわゆる国民の所得がかなり高くて、いわゆる魅力的な市場としての日本っていうのにかなりまず期待してて、ただ枠組みの中で例えば日本のその国内のそういう市場が縮んでいくとしても、今度は成長してくるアジア市場っていうものが確保できてればいいというふうにこう何段階にもその問題を考えていると思うんですね。うん、でやっぱりただその安全保障とか軍事の問題になると何でするんだろうっていうのはなんか本当難しくて、いつかもしかしたらやってしまうかもしれないかって思いながらみんなやってるっていうところはあります。時間がだいぶ、はい、今53分ですか、はいはいはい、でもう一個小ネタを用意してきました、はいはいはい、今日もう一個の小ネタっていうのがですね、何かと言いますと、浅野さん、はい、ミュージカルってご覧になりますか？全然わからないですね、はい、僕も全く全然知らないですけど、はい、ちょっと面白かったので、はい、これ9月8日のニュースウィーク日本版からちょっと引いてきました、はいはい、ニュースウィークの中で、ライフスタイルシアターということで演劇についての記事が載っております、ヒップホップヒストリーレッスン
建国の父たちの偉業をヒップホップで語り伝えると、うん、今実は、ブロードウェイの外にあるオフブロードウェイから、うん、ブロードウェイに、昇格して、うん、でロングランが今続いているラッパーのノリで自由と平等の精神を熱く語る超話題作、うん、その名もハミルトンっていう、はい、あのミュージカルがむちゃむちゃ今人気なんですね、はい、ちょっとこの記事見ていただきたいんですが、はい、リン・マヌエル・ミランダっていうまだ30になってない29歳かな、はい、のミュージカルあの作家であり自分も、はい俳優である、はい、このリン・マヌエル・ミランダが作ったミュージカル「ハミルトン」っていうのが今、はい、そのブロードウェイですごい人気だと、はい、でハミルトンって聞いて、はい、なんかどんな人かって知ってます？なんかわからないですけどハミルトンって何ですかね。じゃあアレキサンダー・ハミルトンって言われたら分からない。いやそれで分からないで、ね、でも分からないですよね、はい、いや意外にやっぱ日本人というか日本ではあんまりそこまですごく大事って思われてないかもしれないですね、はい、ここの記事に載ってるんですが、はい、アメリカの中央銀行制度、うん、昔 の, そのバンクオブニューヨークっていうのを作ったことで知られる、うんうんうん、あのアメリカ建国の父の一人、うん、アレキサンダー・ハミルトンの業績とアメリカ建国の物語を、うん、あえて多文化的に描いたミュージカルになってると。今年2月にオフブロードウェイの劇場にかかって大絶賛を浴びまして、うん、5ヶ月後7月にブロードウェイ進出、うん、でさらにこの劇場にはバラク・オバマ大統領と娘たちとか、うん、現在のバイデンもアメリカ副大統領とかも来るということで、あの非常にもう人気で、うん、あのミュージカルの、アカデミー賞と言われるトニー賞というのがあるんですけど、うん、トニー賞取るんちゃうかと今言われてるそうです。でさらにそのさっきも言ったように建国の父たちがなんとミュージカルで歌うだけじゃなくて、うんうん、なんとほぼヒップホップラップとかで、うん、あの建国の時代のことをやるっていうことで非常に話題になってるんです、うん、でここにも書いてあるんですけど、そのわざとらしい趣向っていうふうに鼻をつくかと思うんですが、いや実はそうなってないと。やっぱり違和感もほとんどなくなってて、ヒップホップのノリのいい語りやポップのメロディー、叙述の巧みさなどにみんなが魅了されちゃうよというふうになってるんですが、あのこの作ったリン・マニュエル・ミランダという人、あのアメリカのその横にあるあの、うん、あの島国のプエルトリコ、はい、でこの間あのデフォルトしちゃってあの、うん、破産しちゃったんですけど、うん、そのプエルトリコの移民なんですね、うん、で彼はだから実はアメリカのもともとその本土に生まれたんじゃなくて、うん、そういうプエルトリコ移民として育った人なんですけど、うん、あの実はハミルトン自身が、うん、あの現在のセントクリストファーネイビスって言われる、うん、あの中南米のネイビス島っていうところ出身 で,、はいはい、でしかもあんまエリートじゃなくて、はい、お父さんそこそこちゃんとしたお父さんだったんですけど、はい、あの私生児って言ってあの、はい、外の愛人に作らせた子だったので、はい、ハミルトン自身が結構その苦労するんですよね、はい、でそうやって島国からニューヨークを渡ってきて、うん、でしかもニューヨークでずっと活躍した、うん、でそういうところがこのそれをこの、ま、ミランダが演じて、うん、しかもラップでやるっていうことで、うん、なんか要するにあの普通建国の父っていわゆるもう伝統的なアメリカ白人の世界って思ってたんですけど、うん、いや実はハミルトンもそう確かに白人は白人なんだけど、うん、俺たちと同じこう非常にこう雑草魂でのし上がって、しかもアメリカを作った立派な俺たちの先輩なんだぜみたいな、うん、そういう感じで今ミュージカルとしてこうみんなの人気を得てるということなんですね。ハミルトンってそのいわゆるあの合衆国憲法を作んなきゃいけないよって時に、はい、あのフェデラリストペーパーズの、はい、っていうのを書いたことでも知られますし、あと初代財務長官になってワシントンの片腕として大活躍するんですけど、あのこのミュージカルにも出てますけど、最後はなんとあの副大統領にもなったあのバーっていうアーロン・バーっていう政治家と決闘することになって、うん、決闘で撃たれて死ぬという非業の死を遂げるということで、このミュージカルが非常にこう今話題になっているということなんですけど、やっぱりこうあのなんでこれを紹介したかっていうと、うん、アメリカのその建国の父たちのことをヒップホップでやるミュージカル、うん、バカなって思うんですけど、やっぱりヒップホップとかもそうですけど、アメリカってやっぱりその演説とか、うん、こういうラップとかそういうのもそうですけど、うん、やっぱりこういういわゆる政治とか、うん、あの言論っていうもの、うん、っていうものに対する非常にこうやっぱりなんていうかなあの深いあの、うん、愛好心っていうのが強いっていうか、うん、だから彼らにしてみるとラップっていうのも一つのそのレトリカルな伝統っていうか、うん、つまり音楽には乗せてなんかふざけてるように見えるけど、うん、そうじゃなくてそういう政治的なものとかも、うん、やれる自分たちの文化的な矛盾とかも表現する一つのメディアとして、うん、ヒップホップっていうものがもはやそのニューヨークっ子とかの間では、うん、どれだけ一般化してるかということを表す一つのこう印かなと
いうふうに思って紹介しました、はい、前提が分からなくて前提分かんないかヒップホップって何か分からなくてまずヒップホップって何かが分からないマジっすか、かなり手前のところからですよねだからこれがなんか、はい、おそらく国語力で読み解くからには、はいはい、アメリカのその真面目な政治っていうのはヒップホップとラップとかとは相入れないっていう前提があるから国語力では国語力で読めましたかなるほどこれ面白い結果になりましたね時間ギリギリで収めたと思ったらまさかヒップホップとラップが伝わらない、まあ、皆さんは知ってると思うんでそうですね、はい、後で聞きますねこれ多分この後ハリウッド映画にもなるんじゃないかなと僕は見ています、はい、ということで放送自体もこれが限界ですね、はい、ありがとうございました。